はいどうもお疲れ様です。11月2日朝6時の相場解説になります。えー、今回はね、ファンダメンタルとテクニカル両方のことについてお話ししようと思いますけども、今ご覧いただいているのが、冷やしですね。冷やしってのはどちらかというと、テクニカルというよりもファンダメンタルの方が強いのかなと、大体6対4ぐらいの割合でファンダメンタルじゃないですか。で、ファンダメンタルはどういうことかというと、うん、いろんな情報によって方向性が大筋決まるってやつです。えー、例えばね、 今円安の方向にどん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 進んでいますけどもこれっていうのは数時間単位で見ると円安の方向に向かってるんだけども円高の方向に行く数時間っていうのはあるわけですよでもこうやってね冷やしを見ていただくと全体的にファンダメンタルに依存してるでしょ要するに円安に向かう大筋の流れっていうのはまあ世界共通の流れになってるわけですけどもそこから逃れられてないってことなんですよ 瞬間的に何かの時にね、円高に行くことはありますよ。こうやってでかい流れで。でも結局は、大きなファンダメンタルって言って、え、まあ政策とかですね、金利とかっていうものに左右されて、え、大体ずっとね、え、ここ、お十数年とかっていうのは、このように、円安の方向に行ってるわけですよ。で、今回も日銀の上田総裁がね、金利を上限1%これ撤廃しようかなっていうふうに言い切ってしまって、 金利を上げていくよってことでしたら今度は円高の方向に行くようになる可能性もあったんですよですんで一瞬ねここはね折れ曲がったんですけどもでも結局はその金利の1%上限ってのもすごく限定的だってことが分かってきたプラス先月は介入しませんでしたよっていうふうに財務省が言うもんだからえ150円台で介入しないのだったらもっと円安の方向に行っても大丈夫だよねってことで、えー、投資家のお金が集まって この大きな機能のね陽線ができたってことなんですよ。こういう風に分析するのがファンダメンタルです。テクニカルではないでしょ。テクニカルってのはダブルトップだったりとかね、ここを抜けてブレイクだったりっていう、本当になんか形を持って次の形を考えるってやつですけどもね、ファンダメンタルってのは、いろんな情報からこうなるだろうという風うなね、えー、どっちかっていうと、その人の心理に基づいたものとか、 あの世の中のお金の流れに沿って考えることなんですよですんでファンダメンタルの方はね公式通りにいかないことばかりですテクニカルってのは坂田候補をはじめとして形が出来上がったら言ってみればね覚えていれば誰でも応用できるんですよファンダメンタルはものすごく細かい考察がいるんで難しいです難しいんでまずはテクニカルをやってくださいねってことをお話してるのが この FX オリアルヒだったりするわけですよねまあ、もしくはこの速化軸の限定動画ってやつですまあ、今ね6時台の、uh, FX の動画なんで共通でお撮りしてますけどもより専門的になるのは、uh, FX オリアルヒですからねはいということで日足はどういう風になってるのってことですが今回はこれね実は 利確によって、ちょっとだけ陰線が出てるよ。これをいわゆる、半値戻しってやつです。おそらく半値ぐらいまでは戻るんじゃないかなと思うんで、もうちょっと、えー、売りが先行すると思いますよ。売りってのはどういうことかっていうと、円高の方向に行くってことですよね。これが先行すると思います。もうちょっとね。だからそのもうちょっとが、今日一日かかるかもしれないなってとこです。どのぐらいかかるかは限ってわかりません。はい。で、4時間を見ていただくと、確かにね、こうやってドカーンとつぎ上げたものが、 あまあ、全部これ含み益になるわけですからこの突き上げっていうのは誰かが利確をするとその分だけ値段が下がって今ここに至るかなってところでひげ、まあ、は出してますけどもねその都度その都度ね3本の長いひげが出てますけどもその都度買い直しっていうのが行われていって売られた分だけあチャンスだと思って買う人も出るとその分だけまたね利確をする人がいるみたいなことのせめぎ合いによって今じわじわと下がってきているっていうところになります これがセカンダリートレンドを作るう、まあ、流れになってきますね。難しいですかセカンダリートレンド。よく出てきますからね。で、セカンダリートレンドってどういうことかっていうと、大筋では円安の方向に揺れてるんだけども、一定期間円高の方向の流れができますよっていうふうなトレンドの中のトレンドなんですよ。で、これを実体で結ぶとフラッグができるというね。 フラッグってのはご存知のように下から入ってきて同じ方向に抜けていくってことが考えられますんで、じゃあこの矢印がいつ出るのかはわかりませんよ。どこで出るのか。でも少なくともこの補助線を引いてると、ここをブレイクしたら、あ、フラッグが終わったのかなと、トレンドの方向に戻るのかなっていうふうに目安をつけることはできるでしょこれをするのがテクニカルですよ。フラッグっていう形はテクニカルでしょどうでしょうかね だん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 ファンダメンタルの解説の方が強かったのに時間軸を下げるに従ってテクニカルの解説に寄ってくるでしょでこういうふうな考え方をしていただきたいんでいつもこの6時台の放送っていうのはデイリー4時間そして1時間っていうふうにお話してるんですよで場合によってはね週に1回は週足も見るし月に1回は月足を見るよってことですだからその時はファンダメンタルの方の話をしています ま、主にはね、この放送が届いてる方っていうのはテクニカル重視でやってると思いますんで、えー、ぜひね、テクニカルを最初にマスターしていただきたいと思います。テクニカルができるようになったら、今度ファンダメンタルっていうものに入っていくと、ファンダメンタルはね、本当に、ね、FX がついに、あの、本番になったかっていう感じですよ。あの、テクニカルはね、こう言ったらちょっとね、申し訳ない部分もありますけども、まあ、はっきり言ってテクニカルのマスターは大体誰でもできます。ファンダメンタルになってくると、本当に FX で稼ぐぞっていうふうな、そんなフェーズに入っていきます。 まあつまりね車を買ってみたりとか家のローンを払ってみたりっていうレベルですあのテクニカルってのは要するにね年間でやっぱりね数百万っていうところぐらいまでなんですよ結局でテクニカルでやってるうちはまだねそんなに元金もそんなにたくさんないと思いますんでその辺もあってねだからファンダメンタルってのはとにかくでかい金額を扱うようになってきますから、うん、だから本当の意味で投資家になるっていうのはファンダメンタルの方に入ってきた時かなと思いますよね はい。えー、だからね、FX といえども土地とか不動産みたいな感じになってきますね。はい。余計なことも話しましたけども。じゃあちょっと材料の方を見ていきましょうか。長くなっちゃって申し訳れませんけども。材料ね。今日木曜日は大してないんですよ。うん。ないね。ない。まあ気にせずやりましょうってことになります。えー、それからもう一つの指標の方を見ていきましょう。FX ニュースですね。 6時5分、ニューヨーク外国、為替市場、1日ドル円反落ということで、どんどん、えー、円高の方向に触れてますよってことです。5時台には、原油の外境ですか。これは見なくてもいいですね。それから4時36分、えー、ドル円150円の66まで、ドル続落と。米、うん、10年利回り4.75まで低下ということですね。まあ様々なニュース入ってきてますね。で、こういったニュースを見て判断するのがファンダメンタルですからね。 だから、情報をたくさん取らないといけないんで、ファンダメンタルなんてのはね、本当になんか張り付きみたいになっちゃいますよ。<laughs> だから、テクニカルの方がね、あんまりこのチャートを見に来なくていいんで、あの、楽です。<laughs> ただやっぱり、ファンダメンタルを抑えると、週間取引とか月間取引っていうことができますんで、うん、まあね、情報はたくさん取らないといけないんですけども、ポジションは当たりやすくなりますね。利益を取りやすくなるかなと。だから、まあ、本一千万みたいな感じになるんじゃないですか。うん 私もね、ファンダメンタルの方にこれからどん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 挑戦していきたいなと思いますんであのテクニカルの方は皆さんの方でよろしくお願いします。